おう、行ってらー。今日も寒いね。いいのいいの、私が迎えに来たかったんだし。それじゃ行こうか。こうやって学園に通うのもあとちょっとか。うん、3月に入るまでは自由登校だよ。もし龍太郎くんさえよければ、今日みたいに迎えに行きたいなって思うんだけど、どうかな。こっちは受験も終わってるし、割と自由だから、こっちのことは気にしなくていいからね。あ、うん、受験のこと話すと遠慮されるかなって思ってたし、私 AO で近くの羽生台に来ま、余計な心配かけたくなかったから。偏差値？そこまで高くないよ。56あたりだから平均よりちょっと高いくらい。先そういう風に決めるのは良くないと思うよ。一緒に授業いいね。あ、ってダメダメ、自分の進路なんだし将来のことを考えないとダメだよ。嬉しいけど、自分のやりたいこととかいろいろ考えてほしいかな。来た来た。え、ちょっと待って、リンが男子と手をつないで。リン、その人ってもしかして。うん、彼氏です。嘘。あー、言い出したんだ。まあそういう
校自由登校だし来てる男子は少ないと思うけど、今まで男子のこと避けてたのに凛が彼氏作るなんてびっくりしちゃった。うんうん、少なくても卒業するまでは作れないと思ってた。それはまあ私もそう思ってたけど、亮太郎くんは他の人と違って見た目のこと気にしなかったから。そっかそっか、まあのろけとかは後で凛に聞くとして。のろけなんて言わないからね。凛のことは卒業まで男子からうちらが守るから安心してね。いやいや、このくらいやらないと調子乗って出会い頭に告白してくるバカとか出てくるから。そうそう、そういう意味で君はもうちょっと警戒心持った方がいいと思うよ。それじゃあ龍太郎くん、また後でね。篠崎、お前あの髪の長い女子とどういう関係だよ。ネタは上がってんだよ。お前めっちゃ綺麗な女子と手繋いでただろ。彼女？嘘！篠崎くん、いつの間に彼女作ってたの？全然気づかなかった。ちょっと待って、あの人うちの学年じゃないよね。どうやって知り合ったの？まあついてたとしても部活の時くらいしかつけないんじゃない？